岡田明へ4月9日帯は日本の経営者、三井住友銀行名誉顧問、三井住友銀行会長や桜銀行頭取などを歴任した。現在は一般財団法人高順社理事、公益財団法人、東芝国際交流財団理事を務める。東大法学部卒業後、三井銀行を入校。初任地として京橋試験に配属。 水筒を任され、テリトリーの築地から持ち込まれる紙幣の生臭さに辟易する日々を過ごした。新橋支店長を経て、三井銀と太陽神戸銀行との合併にあたっては、合併委員会事務局次長につき、太陽神戸三井銀行発足後には、総合企画部長などに歴任した。1991年取締役に選出。専務在任時。 橋本俊作頭取が全国銀行協会会長を務めた折には企画担当役員として大倉省や金融会との折衝や調整にあたり重戦処理による財政負担の軽減を図るべく新たに基金を設立するため奔走したこの間総合企画部長日本橋営業部長東京営業部長を移植された1997年橋本頭取が 任期1年を残し取締役相談役に退いたことを受け役員序列12位の岡田が公認として抜擢された。この人事によって頭取のほか2人の副頭取も三井出身者が占めることとなった。翌98年8月には三井物産、三井不動産、トヨタ自動車など三井グループ関連企業を対象として3000億円の 第三者割当増資の引き受けを要請。不良債権の勝利負担や株価低迷で悪化していた財務基盤を強化する方法を取った。このほ九1999年3月には AM、PM との提携に基づきコンビニバンキングを開始したほか、2000年9月設立の日本初のネット銀行であるジャパンネット銀行は口の端に上った。 1999年8月、第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行の産業が経営統合を発表してからほどなくして、お台場のビーナスフォートの開業式典の席で、かねてから信仰が深い住友銀行頭取の西川、吉文に、岡田から、私たちも何か考えなければいけませんねと話を持ちかけたところ、西川から、 日を改めて一度お会いしましょうとの応答があった。その後、二人で合併について相談が持たれたことを契機に、真岡津良校で内々に統合準備委員会が設けられ、同年10月14日、合併を発表した。2001年4月、準備期間を当初予定していた2年半から1年、早め、桜銀、住友銀は合併。三井住友銀として発足。 岡田は会長に就任し、翌年12月設立された金融持ち株会社である、三井住友フィナンシャルグループでも、同様に会長に就いた。2005年6月三井住友銀、三井住友 FG 各会長を退任した。東芝国際交流財団財団概要、理事、幹事、表議員 AB、岡田秋繁桜銀行ビッグン。 収益機会に97新社長、朝日新聞1997年6月17日、AB、桜銀新頭取に、岡田昭重氏会長頭取は、相談役に、朝日新聞1997年4月25日、三井住友銀行10年市、P91、ニュース X 線桜銀頭取交代の裏に、三井 VS、太陽神戸の確執、 朝日新聞1997年4月26日、桜銀行3000億円増資、三井グループが引き受け、朝日新聞勇敢1998年8月31日、夕は導いた、合併経験国内最強三井、住友銀誕生から1ヶ月、朝日新聞2001年4月30日、ザラストバンカー西川義文回顧録、P180 から182、 ザラストバンカー西川義文回顧録 P184? ありがとうございます。